食事を、取られている方もいらっしゃるかと思いますけれども、そろそろカーリーさんのお話を伺おうかなというふうに思っております。まだお食事を取られている方はそのまま、続けながらお聞きください。改めて本日のゲストをご紹介します。HP 通信社のトム・カーリー社長兼 CEO でございます。カーリーさんのプロフィールはもうお手元にあるというふうに思いますので詳しくは省かせていただきますけれども、記者編集者あるいはメディアの経営者という形で大手新聞会社ですね、ガネット社というところを舞台に USA Today というのを大躍進させたという経歴がございます。その社長発行を経て2003年からは AP 通信社の社長兼 CEO にもお付きになって現在に至っております。ジャーナリストとしても、あるいは経営者としても手腕があるということで、アメリカ の, そのメディアジャイアンツのお一人であるという認識を持っております。で、本日のお話ですけれども、オンラインを使ったオンライン世界でのニュースの将来という、テーマで、あります。ニュースコンテンツというのをどうやって使っていくか、有料でどうやって課金していくかというのは新聞社だけでなくて、テレビ局にとってもですね、優先順位の非常に高い問題であります。ですから、いろんなメディアの環境が激変する中で、AP がどういう取り組みをしているかというのはですね、大変興味深いし参考にしたいなという思うところであります。20分ぐらい話をしていただいて、その後質疑をしたいというふうに思います。質問は皆様から寄せられた質問の中で、クラブの企画員で毎日新聞編集局次長の坂東健二さんが代表質問を最初に行って、それから皆様からの質問を受けたいというふうに思います。申し遅れましたけど、私は日本記者クラブの理事で、施設運営委員長を務めております TBS の星野でございます。司会を務めさせていただきます。実は私は3月の震災が起きる直前ニューヨークに行きまして、実はカーリーさんにもお時間を取っていただいて、1時間以上ですか、いろんな話させていただいたんです。で、その後時計を見るんで、どうしたんだと言ったら、いや、これからケニアに行くんだと言って、こう別れたという経緯がございます。ですから今日のテーマとは別にですね、平壌支局というものがどういう機能しててですね、どういう評価なのかということもですね、ぜひ伺いたいなというふうに個人的には思っております。それではカーリーさん、よろしくお Good afternoon and thank you, Mr. Hoshino, for that warm and generous introduction. とても寛大な温かいご紹介いただいてどうもありがとうございます。今日素晴らしい日ですよね。お天気もよろしくて。で、どうしてこんなに皆様方こんなお部屋にお集まりいただいたんでしょうか。やっぱり仕事しなくちゃいけないからということでしょうか。心よりそうだなっていうことですよね、皆さん本音は。しかしながらいろいろやらなくちゃいけないことはあるということで、ぜひいろいろ今日もご参考になることをお話しできればと思ってます。あとでご質問なさってください。先月私は2011年ヨンハップ国際報道写真賞の授賞式に行くことができました。授賞式はニューヨーク市の国連で行われたんです。そしてその一人の受賞者は皆様方がご存知の方かもしれません、関口博人さんという読売新聞からのカメラマンであられたんです。大震災の直後お撮りになった写真が認められまして、金賞を受賞なさったんです。ご存知でしょうか。もう当然の受賞だというふうに思っておりまして、お手渡しできてよかったです。賞をもう本当に想像を絶するような苦難が日本を襲ったわけです。そしてヒロトさんもまた日本のメディアも立ち上がって、これを絶対に記録しておかなくてはいけないということで立ち上がったわけです。こういった悲劇というのは幸いながら私は多分直面しないで済むんじゃないかというふうに思うんですけれども、本当に私身が引き締まる思いであります。もう苦難に直面なさっている皆様方に対しまして、また大切な方をお亡くしになった方々に対して心よりお悔やみお見舞い申し上げます。しかし
皆様方、類稀なる精神を持って乗り越えようとなさっておられる、感服しております。一日も早い回復をお祈りしております。今や流動的な世の中です。政治的な動乱も起こっている、中東も動きがあると、天災が次から次へと襲ってくる時代になりました。でもちろん世界中で経済混乱が起こっております。ご存知のように今年になっても地震、津波、原発事故ということでいろんなことが起こりました。ニュースがこれほど重要な時はないと、みんながニュースを求めているわけです。これで自分の仕事は安泰とお考えになってますか、皆さん。でも今や新しいニュースの世界においては、我々の仕事も全然安全ではないんです。というのは、情報のデジタル配信もできている、ケーブルニュースチャンネルも出てきた。だからみんないつでもニュースに直面しているということで、いくら早くても早すぎないという世の中になってしまいました。マルチのプラットフォームが出てきて、それをベースにしていつでもニュースが見られる。消費者は新聞が出るのを待っていられない、すぐに画面に向かってニュースを見たいというふうに思っている。その余裕さえないぐらいになっているわけです。ニュースとともに人々は生きているわけです。リアルタイムでほとんどニュースが起こっていて、ハンドヘルのちっちゃなデバイスを見ればニュースをすぐ見られるような時代になりました。もうあまりにも大きなスピードで物事が進展しています。数十年前も立派なアメリカの新聞の未来どうなるかなというふうになったら、十分時間があるから彼らは安泰だって言ったでしょう。でもどうでしょうか、今日のアメリカの新聞社はみんな生き残りをかけて戦っているんです。どうやってもともとのいいニュースギャザリングを行う、民主主義国家にとって欠かせない、これをやりつつどうやって生き残っていくかということです。昔は収入が十分あったので悠長なこともできたけれども、今は許されない時代になったということです。アメリカはまさにデジタルメディアシフトの震源地になっているんです。で、私個人的にも申し上げられるんですけれども、で、日本にも何日も巻いているわけだけれども、これはアメリカだけの現象ではないということです。オンラインプラットフォーム、デバイスを介して情報消費をするというのは世界中の傾向になっている。もうこれが消えることはない、世界中の共通のメディアにとっての課題だということです。つまりこれは悪いことではない、もっと良い情報をより早く人は手に入れることができるということです。そして選択ができるわけです。自分の決定もできると、たくさんの情報をベースにして。しかしながら我々はオリジナルな権威に満ちたニュースを絶対我々は提供しなくちゃいけない、それが責任です。噂じゃない、またガセネタでもない、差し金でもないということです。そして新しい世界に我々も対応して信頼できるようなニュースを世界に提供し続けなくちゃいけないんです。で、 AP としてメンバー会社のために何をやってるか、お客様のためにパートナーのために何を言ってるのかご案内したいと思います。デジタル時代でも競争力を失うように、もともとの良いニュースギャザリングも生かしていきたいというふうに思っております。ビデオはもう切っても切り離さないような未来の一部なんです。ますます消費者が使っている、いろんなプラットフォームを使っている。 AP のビデオアームも世界の大手のニュースエージェンシーを言っております。そしてトータルなデジタル配信をやってまいります。デジタル改革をビデオビジネスでやってまいります。そのために最初に2年前に最初の2年間に3000万ドルも投資しているわけです。この変革は2012年に終わるんです。そうすると AP ビデオのハイデフィニションが容易にデジタルプラットフォームにぴったり合うようになる、どんなメディアカスタマーにも対応できるようになる、ホールセールの新しいニュースプロダクトを提供できるようになります。18ヶ月かけて変革をやっているんです。我々のインフラ全部アップグレードしてます。カメラのレンズから配信技術に至るまで、そしていわば全部をやり替えているんです。ビデオコンテンツのデリバリーの方法も変えていきます。ニーズを満たすために段階的に HD をエンターテインメントニュースで11月に出して、その後スポーツも広げてまいります。100% HD のものは来年のロンドンオリンピックに間に合うように出します。その後アメリカの大統領選挙もあるので、大統領選挙はオリンピックと同じぐらい面白いものになると思います。で、一つ東京にせっかく来たので一つ発表したいと思います。 AP は独占契約を結びまして、これによって我が社はハイデフィニション高精細のニュースをノースコリア、北朝鮮から世界中の人に放送局に対してお届けすることができるようになります。つまりこの発表をもって AP は唯一の世界のニュースエージェントとして質の高い HD ビデオ方式で北朝鮮の重要なニュースを配信できるようになります。そしてこれは2012年に本格稼働すると、ちょうど
4月15日2012年が建国100周年記念北朝鮮でなりますので、それに間に合わせるということです。皆様ご関心を持っていただけると思います。6月においても本格的なAP の支局を平壌に設けると発表いたしました。ビデオ関係を続けていくためであります。そして来年早々平壌支局をオープンしたいというふうに思っておりまして、テキストコレスポンダントとフォトジャーナリストと常駐させたいというふうに思っております。これは歴史的な分水嶺的な展開であります。真の進展だと自負しております。 AP は幅広く深くグローバルなリーチを広げてまいります。そして AP の報道については信任をこれからもいただけるように努力してまいります。世界にとって北朝鮮対世界との関係についても深く掘り下げて考えていきたいというふうに思っております。それからまたもう業界挙げてデジタルソリューションを持ち出したいというふうに思っているんです。そして放送局のパートナーの方々と一緒にウェブのチャンスを獲得していきたいと思っています。1300のアメリカの新聞社と提携しております。そしてアドバータイジングサポーメントのよく週末の中に入っているものなんですけど、デジタルバージョンを開発いたしました。これは新聞社にとって重要な収入源なんです。そしてこれアイサーキュラーと呼ばれているんですけれども、先週アメリカでデビューいたしました新しいメディア広告なんですけど、これによって消費者は近くのお店でどういう商品が売ってるかな、ブラウジングすることができるわけです。スマホの上で、そして値段を比較することもできると。そしてもちろん伝統的な収入源からデジタル時代における収入源に移ることになるということで、その役にも立てたいというふうに思ってます。コンテンツを出す人にはちゃんと召喚ができるようにしたいというふうに思っているわけです。コンテンツできてもどこに行くかわからないというのが昨今であるわけです。どこに行ってしまうんだろう、誰が消費しているんだろう、でも無料で使っている人はたくさんいるわけですね。で、2年前に AP はニュースレジストリーというのを作りました。これによって出版社はタッキングしてトラッキングしてコンテンツがどこにデジタル世界で出回っているか追跡できるようになったということです。 AP は3ダースぐらいのアメリカ国際的な出版社と一緒になりましてニュースライセンシンググループを作りました。で、3000万ドル以上資金を調達いたしました。新しいビジネス立ち上げまして、オリジナルコンテンツを保護してライセンシングするということをやっております。デジタル通信商品サービスに役立てようということです。そしてまた年末にかけてもまた新たな会社を作るということになっております。そしてモバイルアップフォーニュースというのもやっている会社の一つであります。もう800万回以上のヒット数であります。そして今年末の方にはバージョン5を出します。劇的にアップデートされたものでありまして、ニュースの消費パターンが激減変するわけなんです。ソーシャルメディア、シェアサイトとも連携していくということになっています。アプリケーションをいろいろ作りまして、新聞社はアメリカにおいて、我々と同様にいろいろな形で記事を掲載することもできる、広告収入もシェアすることができるということで、ぜひ国際的にもやっていきたいというふうに思っています。あまりにも急激な変化が起こっています。ユーは出すし、しかしマネージするのは大変だということで、昔のメディアモデルはブロードキャストモデルと呼ばれました。いわゆる情報通信的なものですけれども、これが今崩壊しつつあると、今や逆なんです。多くのものが一つの対してメニトゥワンのモデルになっているということです。これ進行モデルでありまして、メディアプロバイダーはコンテンツを各一人一人に送り届けるようになるわけです。そしてそれを受け取った方は自分に合うようにパーソナライズコンテンツをするわけです。そしてこれが好きこれが嫌いということを友人と言い合うようになっているわけです。メディア消費者もしくはメディアのボスと言ってもいいですけれども、新しい技術に目がくらむ思いであります。もしくは恐れる場合もあると、どっちかだと思います。技術が見出しを飾ると、しかしながらこの大きな変革というのは文化的な変革だということです。人と人、人がどういうふうにつながるか、どうやってコミュニケートしてどうやって関わるかという話なんです。そしてデジタルシフトによって人々はもっとつながれることができるわけです。だからこのパブリッシングプラットフォームを守るといったようなだけの話ではなくて、もっと広く考えれば大きな成功の要因になれるということであります。コンテンツの内容が豊かになってきている、これは来賛すべきことであります。でもその消費の仕方が変わってきているわけであります。でも昔のプラットフォームにしがみついて麻痺してはいけない。イノベーションに富んで新しい方法でものを語ると、そして読者やビューヤーに届くということが重要であります。 AP でも強力なデジタル土台をもう何
何年も経って気づいてまいりました。ですから意を強くしております。これからたくさんのチャンスが来ると自負しているんです。一部今日ご紹介申し上げました。これで会員新聞社のためにもなれればというふうに思ってます。コンテンツローカルから国単位のオーディエンスに届けることができるようになるわけです。 AP はさらに成長し続けていく、そしてデジタル時代にリードしていきたいと思っています。ビジネスモデルを作る、技術を出す、そして競争力を持たせてオンライン世界で使うということです。それだけでは成功ではないと。正しいコンテンツを出さなくちゃいけない。スピードも大事だけれども、内容がやっぱり一番重要ということです。やっぱり一番重要なのは正しい内容を届けるということです。 AP はいろいろ特質を持ってます。他のニュースエージェンシーに比べて、やっぱりニュースに我々特化しているんです。240以上の支局を100カ国以上にわたって持ってます。そしてその唯一の目的はいいニュースを集めてお届けすることなんです。それだけです。特化しているんです。いいニュースを取材してデリバーしてお届ける、そして権力に物を申すということです。そしてリーダーに説明責任を持ってもらって国民のために働いてもらうということなんです。そのためには信頼、正確さ、そしてアカウンタビリティが重要だ。これが何を増して重要ということです。正確さの方がスピードよりも重要だということです。デジタル世界になってももちろんどんどんスピードが要求されてもであります。究極的にはクレディビリティというのが一番大事だというふうに思います。クレディビリティ、信憑性がなかったらダメだ。そのために正確なニュースをやるということであり、権力に物を申せるということになるわけです。真剣にやっています。そしてグローバルないわゆるこのテロで関わった人がどのくらい検挙されて有罪判決を受けたのか件数を調べてみたんです。911が、そして公開情報公開法を使って103カ国、それから EU においてその件数を調べました。大変な作業だっただけれども件数を出したわけです。日本でも情報公開法を使って AP はある記事を書きました。東電というのは以前は今回のような大きな津波が福島原発を襲うとは想定していなかったということが明るみに出たわけであります。 AP の記事が日本中で流れました。そしてそれに合わせて日本発のいい記事も書いていただきました。つまりお互いにいかにお互いを必要としているのかということです。いい情報を取材するためには、終わりになりますけれども皆様方本当に共同ニュースとは長い連携関係になり御礼申し上げたいと思います。いい連携ができております。おかげさまで共同会いろいろ助けられております。おかげさまで地震、津波、原発事故、いろいろな形で取材することができました。そして大いにお世話になりました。だからこそここまでいい取材記事が書けたというふうに思ってます。ありがとうございます。また本日このようなお席に招いていただいて大変ありがとうございました。ふるってご質問なさってください。いい考えがありましたらぜひお聞かせいただきたく思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。コンパクトでありますけれども、審査に富んだお話だったというふうに思います。それでは企画員の坂東さんにお渡しします。企画員をしております毎日新聞の坂東と申します。質問をちょっとまとめる形で代表質問ということでいくつか先に質問させていただきます。ちょっと一つ最初にお聞きしたいのはアメリカでも日本でもいろいろ試みられている新聞のですねインターネット上有料化モデルについてのお考えをお伺いしたいんですけれども、インターネットではですね、ニュース情報がフリーであるというような空気がもう広がっているということで、なかなかそのニュースを有料化するという試みがですね、必ずしもうまいモデルができていませんけれども、彼社長は現在のアメリカの状況ですね、有料化モデルが定着するのかUnited States. Is there a likelihood for billing models to become rooted? And if so, what kind of billing model would be successful?本当にこれ大事な質問です。どこから収入を得るかっていう話であるので、冒頭にあたって申し上げたいのは私たちも間違いを犯しちゃったんですね。最初に無料でやってしまったなというふうに思っているんです。しかしながらやっぱり市場のことを理解しなくちゃいけないということもありますので、主要な放送事業者は素晴らしい広告プラットフォームを持っています。
ですからこの、モバイルでも端末でも、もしくはフラットテレビで、姿テレビの上でも、ブロードキャスティングモデルを拡大して使っているわけです。だからたくさんのコンテンツ今でも無料に提供されております。テレビを介しても端末を介しても、だから彼らに追随せざるを得ないということになるわけですね、新聞としても。で、2つ言いたいと思います。1つはモバイルの時代で変革を導入しなくちゃいけない、もう無料で出すことはできないということです。それからもう1つ、いろんなビジネスモデル、複数のものを考えなくちゃいけないということです。有料化無料化という話ではない、二者択一ではないということです。20ぐらいいろんなビジネスモデルが可能なはずなんです。一つではないということです。だからいろんな考え方をして、何をパッケージしてどうやってコンテンツとまとめて売るかということを考えるわけです。放送モデルもその一つのモデルではなります。そしてみんなある一定度やっぱり無料でコンテンツを出して、それを起爆剤にしなくちゃいけない、呼び水にしなくちゃいけないということがあるわけです。でも他にもスペシャルっていうのがあるわけです。写真とか、もしくは素晴らしいこの歴史的な画像とか持っているので、それのアクセスを提供する有償料でといったようなことは十分考えられるわけなので、もっとイノベーションに富まなくちゃいけないということだと思います。創意工夫です。いろんなビジネスモデルを試していくということじゃないでしょうか。モバイルの時代になったので、今まで以上にオープンウェブで我々コントロール力を持ち得るということなので、積極的にこのモバイルの時代に向かっていきたいというふうに思ってます。果敢に。ちょっと次の質問をさせていただきますけれども、社長、今最初に間違いを犯したということをおっしゃいましたけれども、例えば AP はですね、Google だとか、ソーシャルネットサービスの方にですね、提供してるのではないかと思うんですけれども、そういう関係の中で、例えば価格とかですね、そのニュースを提供する価格をもう少しリーズナブルにしていくとか、そのような交渉というのは現在進んでいるのか。Parties in terms of pricing? Mr. Bando, you said you weren't going to ask tough questions. Yes, we have. そうなんです。おっしゃる通りでございまして、かなり走行しているんですね。いくつか交渉いい調子で進んでいるものがあります。バリューフォーコンテンツっていう考え方なんですけれども、それから今慎重深くコンテンツ管理をやってるんです。どういうコンテンツを出すべきかということで、だからコンテンツにフルに全員にアクセスを認めるわけではないということで、内容をある程度手控えると、そして人を選んで出すといったようなこともやっているわけなんです。それから最近やった大きな変化の一つは、データをコンテンツについてデータを得て、誰がどこで消費しているのか今トラッキングするようになっているんです。コンテンツのトラッキングをポータルを使ってやってます。国民に追跡です。そしてニュースを取材して、みんなどこまで見てくれるのかですとか、新しいニュースが出たときに、そして次のニュースに移るのはいつかといったようなことをデータとして取ってるんですね。そうするとそれを商業に役立てることができる、いろんなオーディエンスにリーチすることができるわけです。最大の間違い違いは、最初の第一時期ウェブで犯した間違いっていうのは、データの集め方が足りなかったんですね。だからデータは今後国名に収集してまいります。トラッキングの重要性っていうことです。これによってニュースライセンシンググループっていうのが作られたんです。申し上げたように、でニュースライセンシンググループっていうのは刑事的に即ではないんですけれども、これでやっとバランスが我々の方に戻ってくるんじゃないかと思っています。それからまたモバイルウェブっていうのが登場したので、これによってもう少しバランスがよく取れるように、少なくともアメリカではなるんじゃないかなというふうに思います。コンテンツをどこから取ってきて、そしてどこに届けるかという話なんですけれども、でソーシャルネットワークの話ですけれども、これ劇的に台頭してきたわけなんです。で大きなインパクトをいくつか の最初のアーリーウェブプレイヤーおよびオーディエンストラフィックに与えたということで、ちょっと今それに変化が起きているということなんです。変化が起こるイコール我々にとってのチャンスなので、今回はもっと頭よくやりたい、積極的にやりたいというふうに思ってます。前回よりは、だからこのコンテンツの行き先についてもマネージして制限する、もしくはデータを取っていくといったようなことはもちろんやっていきます。ちょっと別の話題に移りますけど、会場の方からも先ほど星野さんの方からもお話がありましたけど、北朝鮮の問題についてちょっとお尋ねいたします。
北朝鮮にですね、AP が常駐記者カメラも置くことになれば、これは西側としては初めてということになると思います。For the first time, as the Western media company, you will be stationing correspondent and photojournalist. And I can easily imagine that you had to go through extremely tough negotiations to make the government allow for that. And as you built a bureau in Pyongyang, during the course of your negotiation, have you felt firsthand changes occurring within the regime? Well, clearly.明らかにこれ大きな変化なんですね。大きな変化です。我が社にとってももう大きな展開だって認めます。我が社といたしましては、放送関係の関係っていうのをもう5年間ぐらい築いてきたんです。まず第一に、そして彼らは常にチェックを入れてきたと。正確な報道しているか、我々は誰なのか、どういうふうにオペレートしているのか、北朝鮮も国民に我々チェックしてきたわけです。で、世界中いろんなところに行ってます。いろんな政府があるということもよく承知しております。そして北朝鮮といたしましても AP はちゃんとフェアにやってくれると確信が持てたんじゃないでしょうか。にもかかわらず我々はとっても高い希望を持ってたんです。つまり何か進展があるんじゃないかということで、ずっと交渉してまいりました。で、交渉は長きにわたりました。内容はとっても面白かったです。何度も私ども北朝鮮に行った。彼らもニューヨークに何度も足を運んでくれたんです。そしていろんな国の政府に対して我々の進捗状況について報告してました。同時にそしてかなり前向きのサポートをいろんな各国の政府からいただいてたんです。これはいいことだなと思いました。つまり西側のメディアアウトレットが北朝鮮で開かれるということはいいことですし、これが先駆けとなって他のところにも開設できるかもしれないということですから、これがスタートということなんですけれども、いい時期に当たってるな、いいサインが出てるな、兆候が出てるなというふうに思ってます。今年いろいろ困難があります。たくさん悪いニュースあるけれども、これはいいニュースの一つではないでしょうか、今年の。ありがとうございます。もう一つぐらいしたいと思いますが、ちょっと直近のニュースということで、昨夜ですね、アマゾンの新しいプラットフォームというか、Kindle Fire のですね、発表をしました。非常にそのiPad とか、その After launch of iPad and Kindle and mobile devices, we are seeing penetration of these devices. And to those new devices, you mentioned in your presentation that AP is trying to respond to the emergence of these mobile devices. Frankly speaking, what do you think about Amazon and Apple, and how do you deem those players? Your candid view would be very much appreciated.Well, I will tell you, when I heard the name Kindle Fire, the first thing I thought of was that my Kindle might catch on fire.私の Kindle に火事が起こっちゃうのかな、燃えちゃうのかなと思ったんですよ。よく見ましたらそうじゃなかったと。Kindle Fire って結構面白い名前ですよね、故障。でも素晴らしいものだというふうに思います。私、世界中旅行してるんです。iPad を持っていつも出張してます。で、今週は特に助かりました。っていうのは、いろんなニュースメディアで、いろんなニュースを得たかったけれども、これがあれば北京に行ってたんですけれども、世界中からニュース難なく受け入れることができて、映画も見られたし本も読めたということですから、あとアメリカのフットボール の最新情報も得ました、ゲーム結果。だからもうあまりにも当たり前になっちゃったんですね、こういうデバイスとともに出張するということが。で、同時に2つ認識すべきだと思います。ニュースコンテンツのマーケットがどんどん増大している、巨大だということなんです。そして今年だけでも皆さんもご覧になあったと思いますけれども、劇的に地震があって津波が起こって原発事故が起こってということ でもう人々は正確な情報を求めたわけですよね。そして我々もそれに応えようとしたと。だからこのマーケットは間違いなく収縮しているんじゃなくて大きくなっているんです。だからこれをに鑑みて、どうやって人々と関係をつけてコンテンツを変えたらいいのか考えなきゃいけないということです。 AP におきましても我々は常に変革してます。ニュースのレポートの仕方、どうやっていつレポートするかということ、いつも考えているの。どうやって早くニュースを届けるかということを考えています。昔だったら放送事業者が対象だったので、何時間もかけて非常に内容のスマートなものを、2分間のものだったけれども何時間もかけて制作したものです。そして世界中に配信してたんです。そして頭のいい記者もたくさんいました。今日もここにお集まりですけれども、そして何千語も使って記事を書いてくださった。でもこれじゃあ時間がかかりすぎちゃうんですね、今の世の中には。記事が必要、
聡明さも必要、スマートな内容も必要なんです、ビデオで映像として。でももっと速いスピードが求められていると、一刻も早くということです。もういくつかの文章でいいからという時もあるわけです、長々としたものじゃなくて。それから新しい収入源も見出していかなくちゃいけないんです。そのためにいろんなコンテンツプロバイダーと連携するということです。コンテンツをアグリゲートして積み重ねるわけです。そして内容の深いものにする、スポーツのストーリーもそうですよね、娯楽もそうなんです、金融ニュースもそうです。言ってみれば、つまりその深く掘り下げたものを提供するわけなんです、コンテンツ的な。それから歴史の昔のマルチメディアの図とか映像なども取り出すと、公文書館みたいなところがあるわけですから、そしていろんなものを組み合わせていいものを提供すれば、いいものを提供すればそれだけのお金を払ってくれるわけです、消費者の方は。だからこれをやっていきたい。アップルネットワークはもう本当に大成功を収めてます。で、課金できるわけですよね。そしてかなり即お金が入ってくるっていうモデルになってます。だからこれいい例だと思うんです。どうやって新しいモバイルの世界でビジネスをやっていくかっていう例ですから、これによって昔はなかった門戸が開かれたということだと思う。コンピューターの世界、オンライン世界でということで、新しいものができたということです。冒頭の質問はこのぐらいでお願いします。 Thank you. That concludes my questions. Thank you very much. ではここから直接質問を受けたいと思います。 Questions directly from the floor. Those of you who have questions, please raise your hand and identify yourself and your affiliation by using a microphone nearby. Any questions? Then, while the audience think of a question, let me ask one question from myself, if I may. We talked about video, HD video from North Korea, which is very attractive for TV broadcasters. It's going to be hard work, but in the future, it will be worthy of that. But what about the most recent revenue possibility when the global economy is shrinking and media advertisement revenue is going down for all media companies?And I think it's very difficult to collect subscribership at the moment. So, now I don't want to sound gloomy, but what's your focus attention on the revenue insurance for the immediate future?Yes, all of us who run the media companies are asked about revenue. 誰もメディアカンパニーを経営している人はどうやって収入を得てるんですかって聞かれるんですよ。どこから来るんだ収入はっていうことです。我が社収入今年微増します。 1% ですけれども、来年は数パーセント増える予定なんですけれども、放送事業会社も検討なさっておられます。あと放送事業会社は拡大なさってんです、ビジネスを。で、新聞はどうでしょうか。特にアメリカにおいてはかなり圧力が増している。これは深いのことなんですね。しかしながら新興市場もあるわけですし、新しいデジタルプレイを持っていって消費者にお届けすることができるわけです、直接。ということは1位から見てローカルのメディアにもいろいろできるんじゃないかなというふうに思っています。つまりローカルのメディアが自らのコンテンツを我々のコンテンツとミックスして新しい商品を作ると、それを持って有償化するわけです。そして料金を頂戴する、また広告料も取るということも考えられる。昔なかったプロダクトを出すことができる、新しいマーケットも出てくるということだと思うんですけど、ですから私はどっちかというと皆様方よりにチャンスについては楽観的に考えているんです。私社内でも言っているんですけれども、実はこのデジタル変革っていうのは91年からやってきたんですね。インターネットカンパニーを91年に買った会社の一部として私当時から働いてたんです。だから2012年もっとワクワクしています。一番ワクワクした年になるんじゃないかと今思ってるんですね。新しいチャンスが到来するんです。新しい収入源も出てくるだろう、プラットフォームも出てくるだろうと思っています。スピードももちろん上がります。もうスピードが様変わりしているんです。だからカスタム化できるわけです、お客様のニーズに応じて。だからこれが大きな収入の増になると思います。新しい商品たくさん来年出ますから、我が社からプロダクトとして。 TBS もぜひお買いになってくださいね。新しい商品が出たときはよろしくお願いします。2桁増になると思いますけれども、新商品導入によって売り上げが、そして予算についても2012年倍増する予定なんです。
力強い。Those were very encouraging words, and thank you very much for those encouraging words. Now, any questions? Yes, please.個人会員でフリーランス記者をしている上井出と申します。上井出 is my name。日本の 3.11 March 11th occurred in Japan. 原発事故の報道について、with regards to the press reports on nuclear power accident, 全体の傾向として、there's a general trend amongst Japanese mass media companies not to agitate the general public. And I think one feature of Japanese press reporting has been to tone down the threat. And the audience has received that quite positively, but we've been exposed to sharp criticism from media companies of other countries that we don't write the truth, that we're in a close relationship with the Japanese government. What's your view on such attitude of the Japanese media companies as such, if you have any suggestions?Let me make a couple points. The first one is that, 数点申し上げたいんですけれども、まず第一に日本のメディアの方々は最も重要なことをなさっておられるわけです。地震直後からの報道ということで、ちゃんとずっとストーリーを書き継げておられるということです。最大の犯しうる間違いというのは、もちろん大きなたくさんの人が犠牲になられたわけなんですけれども、前進しなくちゃいけないということ。だけれども、このストーリーをずっと書き続けるから重要なんですね。次のニュースに移らない、地震の直後の余波はまだ続いている、だから必ずストーリーを書き続けるということは重要で、それをまさに皆さんなさっておられるので、私は敬意の念を持っています。次のストーリーに安易に移らなかったということはとても良かったことだと思っているわけです。だからこの点においては基本的なコアの原則をちゃんと守られて、重要なストーリーにはずっとついていくということをなさっておられる、これはとてもいいことだと思います。で、原発の話なんですけれども、アメリカでもいろいろ原発取材はいたしました。そして皮肉なんですけれども、 AP はこの調査報道記者っていうのはアメリカにおいて原発の安全性についていろいろ取材してたんです。311の前からだったんですけど、でもちろん地震が実際起こってしまって日本で何が起こっているのかチェックしようとしたということで、国内報道はちょっとやらなくなっちゃったんですけど、そして日本の地震があってその後少し落ち着いてからまた国内報道に戻ったということがあるんですけど、実はアメリカにも深刻な原発のチャレンジがあるんです。で、主要な記事も書いてます、 AP として。というのは毎回この原子力産業が問題にぶち当たりますと、規制上の問題ですとか、彼らは必ず政府と一緒に連携して政府にお願いして規制を緩めてもらうということを何度も繰り返してきたんですね。妥協の産物です。だから以前あった安全性基準が緩和されてしまった、甘くなってしまったということがあったわけなんです。そして生々しい説明を持って記者がどんどんこんなに安全基準が甘くなっている問題だということを告発していたんです、記事で。で、日本国内でも問題が起こってますよね。これはすぐアメリカにも伝わったんですけれども、なんでこの避難地域というのは12キロなんだ、20キロなんだ、50キロなんだというわけです。で、アメリカはまだこのプランをアップデートしていないわけです。だから今は50キロ近辺というのが今でもアメリカ基準の避難地域ということになっているわけなんですね。ですからこのニュースは不偏不当で報道しなくちゃいけないということで、オーバーに言ったらいけないということなんです。で、バージニア州で実は地震があったんです。日本の方はよくご存知だと思うんですけれども、私 6.9 ぐらいの地震があった時に日本の高層ビルにいたんですね、東京。だからその時どのぐらい高層ビルで揺れるかということは実感を持ってしているんですけれども、バージニア州は東海岸にあって全然地震に強くないと。で、不意をつかれちゃったんです。そして余波って余震があったんですけれども、で、余震がやっぱり10、20あったんですね、その後。で、これでも通常のことですよね。本震があったら余震が来るんだと。でもアメリカ人は慣れていないから非常に怖がってしまったということ。だからバランスを持って記事は書かなくちゃいけないということです。一番大きなものに一番エネルギーをかけるということは確かです、重要性については。でも我々は報道人として意思決定をしなくちゃいけないわけであります。だからこの国民の安全が問題になっているときはそれをちゃんと言わなくちゃいけないんです、正確報道ですから。だけども大げさに、必要以上にオーバーに
些細なことを大きく書く必要はない、書いたらいけないということです。もうみんな恐怖でいっぱいなわけですから、いたずらに恐怖心を煽る必要はないということなんです。だからニュース何を報道するかということは、記者としての判断基準が求められるということです。必要なところにはプレッシャーをかける、必要なところには強調点を置くということであります。だからもちろん原発産業については注視していかなくちゃいけないということです。ご質問ございますですか。 Thank you very much. Any other question? もう一問、あの司会から。One more question from myself. 新興市場という言葉が、You talked about the emerging markets. お答えの中にありましたけど、中国、China.への取り組みというのをどう考えますか。 What's AP's strategy vis-à-vis China? 実はいろんな特派員、アメリカメディアの特派員もですね、まあ、東京、北京、北京というのを二股かけてる人も多くて、最近はどうも北京にいる比率が多くなってるなと思うのが、それは取材と証拠ないのかなと思いますけど、ニュース以上としての取材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 Well, obviously China is an incredible story. 明らかに中国は素晴らしいストーリーが書けるところですよね。北京に行ってこちらに伺っているんですけれども、経済成長がすごい、活力がある、もういろんな展開があるということです。で、もう急成長です。マスコミ界もワクワクしているわけです。ソーシャルシェアリングネットワークも2億に迫りつつあるといったようなことで、もう、まあ、競争は厳しいけれども、オープンなマーケットに今中国はなっているわけです。しかしながら、外国特派員の数っていうのがこの頃削減気味ですよね。多分司会者の方がおっしゃっていた。でも我々数は削ってませんから、特派員の人数はそれよりも増やしているぐらいなんです。で、中国のストーリーは成長しているストーリーで、いろんな次元を持っているの で中国にいる外国特派員の数っていうのは、多分外国の都市としては一番大人数を置いているんじゃないかなというのを思います。中国には中国のルールがあるので、ローカルの記者は雇ってはいけないということになっているんですね。ということは大きなマーケットに外国特派員にとってなっているんです。中国全体が、だからいろんなストーリーを書くチャンスがあるということです。よって一番腕っこきのジャーナリストが北京に集まるようになっているんです。で、よく中国に行って思うんですけれども、いつも感心してます。ノウハウの深さですとか、もう優秀な人が全部揃ってるなというふうに思います。外国人とか、とても中国は国土が広いの で都市はいくつかに集中していると、だからまだまだカバーしきれていないところがたくさんあるんです。もっと地方に出かけていかなくちゃいけないのにということで、だからカバレッジの範囲どうやったら中国で広げられるのか、我が社で真剣に考えているところです。そしてそれでうまく収入源にもつながらないかなとも思っているんですね。ストーリーに調節するということだと思います。ストーリー自体が中国ではまだ伸び続けているんです。これを現状維持、少なくともやっていきたい、できればもっと増やしていきたい、そして中国における我が社のフットプリントをもっと広げていきたいというふうに思ってます。定着させたいと思ってます、外国の報道陣として。It's tough to get revenues, though. でも収入を実際実現するのは大変なんですね。中国のマーケットでは大変です。はい、どうぞ。 Yes, please, go aheadThank you for taking my question. My name is Kaori. ありがとうございます。飯田香織、NHK テレビのものです。冒頭でモバイルの利点についてお話しくださいました。モバイルの利点はニュース業界にとってどこにあるんでしょうか。また加えまして将来について、この業界の未来についてお話しいただければと思います。2012年が非常に大切な年になるとおっしゃいましたけれども、その中でデジタルニュースはどのように進化していって、5年後10年後どうなっているでしょう。私の講演でカバーしたつもりだったんですけれども、2点申し上げたいかと思います。メニートゥワンの時代なんですね。カスタム化の時代だということです。おあつらいにするということです。モバイルデバイスが出てきたと、新しいアプリケーションもどんどん出てくる。これによって我々のモバイルアプリケーションもあるので、来年出てきますから、カスタム化が来年は本格的に可能になってくるわけです。ですから人々は自分が欲しいと思っているのをぴったりいろんなソースから得て、 AP からだけじゃなくていろんなところからコンテンツを取ってアグリゲートできるわけです。国際プロバイダーとか、もしくはテーマに特化した業者から取ってきて、自分の好きなようにまとめることができるようになるということです。だから
からニュースのマーケットが増大しているって申し上げたいんです。まず第一番目に一番ツイートされているものっていうのはニュースイベントっていう言葉なんです。ツイッターで一番出てくる用語です。で、若くてデジタルに詳しい人たちっていうのはニュースイベントっていうのが一番よく入ってきた。で、今年は残念ながら原発地震津波ということになっちゃったんですけれども、一番ヒットされているものは、でもやっぱりニュースにバリューがあるということの証拠じゃないでしょうか。カスタマイズして自分のストーリーとして友達に伝えることができるということなんです。だからそういったことができたらちゃんとプレミアムを払ってくれるんです。信憑性の足りるコンテンツだったら、ニューヨークタイムズはもう素晴らしいいいコンテンツを出している新聞社で立証してます。つまりペボールっていうのをやったんですけど、ちゃんとうまくいってる、反応がとてもいいっていうことです。信頼できるコンテンツを信頼できる筋から得ることができればお金も払ってくれるっていうことなんです。そして新しいプロダクトでカスタマイズできる。だからこれが大きなマーケットだって思ってます、今後は。で、今後の話なんですけれども、まあ、カスタム化っていうのがまず第一キーワードだと思います。直近の向こう 2,3 年っていうのはカスタム化っていうのはキーワードになるんじゃないかというふうに思ってます。これによってこのいろんなコンテンツをアグリゲートすることができるんですね。集積することができる。そしてプラットフォームとか出版業者とうまく契約することができれば、一に、まあ、数ヶ月後なんですけども、ある放送事業会社と今交渉しているところで、ナローにコンテンツ絞って提供するといったような事業を今後展開するようになってくると思います。これは突破口的な展開であるというふうに思っています。で、ウェブの第一期でもある程度やったんですけれども、でもその時は既存のコンテンツだけが相手だった。ただそれをそのまま無料でウェブに載せただけだったんですね。でもそれはちょっとうまくいかなかったかなということで、誰に無料に出そうかなということでちょっと今考え直してるんです。いろんなところと提携して今度は有料でコンテンツ出していきたいなと思ってます、ウェブ上で。はい、ありがとうございました。 Thank you very much. 他に、はい、どうぞ。 Other questions? Yes, please go ahead.そうですね、50年前に50 years ago, BBC, I was involved in BBC, and thereafter, I was with NHK and was producing international news. And news credibility is the question I wish to ask. 40 年前の時はですね、40 years ago, だいたいその AP, UPI, タスロイタ、これが全部報道してきて、まあ、3つぐらいあると大体正しいんじゃないかという判断でニュースを作りましたが、しかしその後ですね、衛星中継みたいになってきましたね。そうするとその現状から送ってくるんですね、映像と。だから例えばエルツィンが反革命の時に、ゴルバチョフ、Gorbachev was saved. And back then, we got all the information from satellite. And on instant basis, we obtained information and images. So today, in the net world, with much integration between media occurring in the world of the internet, how should we judge credibility of news? And how should news credibility ensured? Can we just believe everything that AP says? Yes, but maybe we should do double checking somewhere. And How do you think about credibility? Can you identify yourself? My name is Uda. Thank you. Well,let's try to separate two things. First of all, どこからでも今でもやろうと思えばできますよね。そういう時代になったんです。昔でしたらトラックをやって、トラックにアンテナ乗せて衛星の電波を受信してということで大事だったはずです。で、現地に行かなくちゃいけない、50万ドルぐらい即かかっちゃったといったような時代ですよね。今だと2万2000ドルぐらいでもう機材用意できて、しかもとってもフレキシブルだっていう時代になったわけです。軽量化、小型化、安価化ということで、もうどこでも持ち運び可能になっちゃいました。人間が持っていけばいいわけですから、世界中どこでも行け
ている。もう100カ所ぐらいカバーします、来年我が社も。だから常に現場を見れるわけです。そして見た人が判断するということになるんだと思います、クレディビリティについては。で、やっぱり自己判断が関わってくるということなんですけど、私は人々の下す自己判断について敬意の念を持ってます。日本の方は素晴らしい自己判断できる人たちだと私は思っています。これは信用できるか、あれは信用できないって皆さんそういう目安持っておられますよね。そして我々 のコンテンツっていうのは1万5000人のプロフェッショナルのカスタマーによって毎日支えられているわけです。だから何か間違ったことを、何か愚かなことを報道してしまえば即告発されちゃうわけです。で、誰よりもニュースを書いているわけですから。そして昔だったら人数も少なかった、でも今だったらもっと人数が多い。だから総数感 の比較っていうのも昔の方が簡単だったかもしれない。でも私が新米記者であった時にどこで情報を得たか、モルグに行ったわけですね。いわゆる遺体安置室って言ってるんですけれども、故障として、つまりファイルに行ってクリップを見たわけです。そしてもしラッキーで誰かがそのクリッピングをちゃんと戻してくれていたら、背景情報を集めることができた。今だったらウェブにタイプインしたらもうすごくいろんな情報がずらりと出てくる。だからずっといいですよね。だから今の方がやりやすくなったんじゃないでしょうか、昔に比べて。そして深く掘り下げた記事も目にすることが容易にできると。だから歴史的なものと今のものと即マッチングさせて比較して総合して考えることができる素晴らしい時代になったなというふうに思います。昔よりもよっぽどできるようになった。だから優勝でやらなくちゃいけないというふうにこれは思ってるんですね。だから差別感を持つということです。真偽のほどはもちろん確かめなくちゃいけないけれども、正しいものを得たらそれに対してお金を払うというメンタリティをつけなくちゃいけないと思います。記者が現場で働いて身を削って報道してくるわけですから、戦闘地域にも行くし、原発の放射線があるところにもいるしということで、だからそれに対しては報酬出さなくちゃいけないと思ってます。Thank you very much. It's close to ending time, but is there one last question? Yes, please. Asahi Newspaper, my name is Taira. Social media の対応について伺いたいんですが、 My question is on social media. Social media を通じた Through social media, 読者や視聴者とのエンゲージメントの重要性について、 How do you evaluate the importance of engagement with viewers and readers through the social media once again? And how do you link that relationship to revenues? What's the key point in making revenue out of it?アメリカで起こったことをご説明します。直近6ヶ月間の展開なんですが、これをお話しするとこんなにも早くマーケットが動いているというのが分かりになるんじゃないでしょうか。ソーシャルメディアが台頭しているんです。大きな影響を放送モデル、放送事業者に与えました。この15年間放送事業者は健闘してきたんです。コンテンツをウェブに載せるだけで、そして広告収入をウェブから取ったということで追加収入にもなったわけですね。普通のネットセールスに加えて、でソーシャルメディアが登場してきたと。そしてたくさんのオーディエンスを持っていってしまったということです。でオーディエンスの成長率っていうのが頭打ちになったと、ネットワーク側で。で減ったと。だから広告収入も減ってしまったということだったんです、放送事業者から見ると。ということで急に放送ネットワークというのが慌てまして、どうしようと、どうやって収入増を図ろうかということになったわけです。で現在今内政の時期に入っているわけです。自己反省の時期です。どうしよう、今後誰をターゲットにしよう、どういうコンテンツを出そう、考え直しているわけです。どこに強調点を置くかということ でかなり大幅な変化が今後起こるんじゃないかというふうに思っています。つまりどういうコンテンツをどのサイトに出すかということについては、そしてソーシャルネットワークサイトと連携も始まっているんです。ニュースをプロモートするためにツイッターを介してですとか、確実に特定のコンテンツがちゃんと報道されてフェイスブックに載るようにということで、心を砕くようになったということです。で新しい iPad のアプリケーションを使っていただくと、記者の名前を入れていただくとそのレポーターのページにつながると、そして同じ記者が書いた別の記事が読めるようになるということになります。これがエンゲージメントの一つではないかというふうに思うんですね。ある記事を発端として、そしてその記者を追うことができるようになるわけです。あとブランドネーム
ももちろん追うこともできるということ、だからこれは我が社にとってチャンスじゃないかなというふうに思います。長年にわたって放送事業者が成功を収めてきたと、スポーツコラムニスト、ファイナンシャルコラムニスト、皆さんこのお近づきになった人がいると思うけれども、これを我が社としても活用していきたいというふうに思っています。新しいプラットフォームを活用するということで、そしてソーシャルネットワークとも連携していきたいというふうに思っています。最大の変化はできるだけ早くニュースを外に出すということです。より短い記事にして出すということです。ビデオクリップでもいいし、一つの文章のだけの記事でもいいし、2分間の制作ビデオにしなくてもいいわけです。即ニュースがあったら即記事にして出すということです。とりあえず出すということです。こういったレベルのインタラクションエンゲージメントができれば新しいマーケットが開けるということです。若い人はこの頃ニュース読まないんですよね。でもまたチャンスが巡ってきたということです。トップ10の映像を載せることができる、トップ10の最も面白い、記事を出すことができると、それをソーシャルネットワーキングサイトに掲載すればいいわけで、そしたらもう即ファロワーがもう何人もついてくると思いますよ。もう100万人単位のフォロワーが出てくると思います。だから見方を変えた新しいマーケットは見ていかなくちゃいけないんです。違う人がいて違う関心事を持っているマーケットがあるということなんです。つまり一つのマーケットに同じものを持っていくということではない、確立のモデルというのはない、カスタム化の話なんです。やっぱりカルチャーが根底にあるっていつも思っています。つまりいろんな人とコミュニケートしたいと思っている人たちがたくさん出てきたわけです。だから彼らを助けるっていうことです。そしてつながりを助けるっていうことが我々できるはずです。技術も出すと、で技術会社には負けちゃうんですね。私どもは IT 会社には負ける。でもメディアとしてできることはいろいろあると、だから参画していきたいということです。ありがとうございます。Thank you very much. Any last minute question? One, may I? Mr. Bono, please. This will be the last question. Thank you very much for this opportunity. ちょっとアメリカのジャーナリズムの状況についてお聞きしたいんですけれども、やはり今カリ社長の方から力強いお話が多かったんですが。Mentioned about various issues, but local newspapers, local broadcasters are struggling in the United States, so we hear. I hear that from U.S. friends, colleagues, that local news has become difficult to access. It's difficult to access local news, and that is undermining freedom of journalism, and that is impacting, that could impact the political system, political regime of the United States. That kind of pessimistic view prevails. What's your view on American journalism and the status quo today? Do you think that it's become fragile or weakened, and would that impact the political regime of the United States? There are fewer journalists.Tens of thousands of fewer journalists in the United States than there used to be. 数万単位でジャーナリストの数はアメリカでは減ってるんですね。でも多くのメディア会社っていうのは強いコミットメントを持ち続けて、調査報道には今でも十分力を入れております。で政治的なプロセスがとても物議を醸し出すようになってきております。でよく聞かれる質問は、2週間前もそうだったんですけれども。我々ちゃんと強力になっているか、つまり我々として目を配らなくちゃいけない分野にちゃんと力を入れていますかというふうに聞かれたわけです。であちら側に政治プロセスを操作しようとしている人たちがいるんだから、それに互角に我々としても力を入れて番犬の役割をちゃんと我々は果たしているのかというふうに聞かれるんですね。で我々は調査報道陣を強化しようとしているわけなんです。だから絶対に権力に対しての監視は続けてまいります。もちろん地方のメディアというのはすごく苦しんでるんです。おっしゃったように今後もプレッシャーはきついでしょう。どうしてかといいますと、昔の世界でしたら地理的にボーダーラインが敷かれていてマーケットがあったわけですね、住み分けで。でもインターネットが登場してもう境界線がなくなっちゃったわけです。だから AP でやっていることは彼らを助けるということなんです。コンテンツをナショナルプラットフォームに載せようとしているんです。アイサイクルもそうです。で、広告プラットフォームもありますし、
あとモバイルのアプリケーションもありますし、ここで全国域で広告が打てるような形になってコンテンツを載せられるようになってます。だから新しい収入源もチャンスを地方のメディアにも与えようとしているんです。地方のニュースを全国域に持っていくということです。ただ政治プロセスはジャーナリストの目から見て厳重ることはないと、必ずジャーナリストは政治家には目を光らせていくということです。これは厳重ることはないんです。アメリカにおっては特定のメディアは収縮してきたけれども、逆に新しいメディアが台頭しているんです。そして政治のを中心にして新しいメディアがどんどん登場しています。だから今までをもっと目を光らせて政治家の動きを見ているようになっているんです。過去でしたら政治家は例えば小っちゃな町に登場フラッとしてきて、誰も取材しなかったといったようなこともあったわけですね。ニュースにならなかった、そんなことは今はありえないということです。カメラとか録音デバイスとかいろんなものがもうハイテクで出てきたので、それを駆使すればもうどんな小さな町で何を言っても全部これ取材できる、カバーできるということですから、これは現在です。だから幸先いいんじゃないですか、我々にとって。でもモニター、監視の目っていうのは強く光らせていかなくちゃいけないということです、我々最後として。どうもありがとうございました。有意義な話伺ってまいりましたけれども、お時間になりましたので、今日のところはこれで終わりにしたいというふうに思います。カーリーさん、どうもありがとうございました。Mr. Curley, thank you very much.これは And this is a small token on behalf of the Japan National Press Club. So please wear it. It's a tie. Yeah, sure. Go ahead. ネクタイ大好きなので、どうも。それでは退席しましょう。Very good questions. いいご質問いただいてありがとうございました。